あれ光らないよ。おかしい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 。はい、どうも、夜の副島マックスでございます。ちょっとね、面白いものを買いまして、前回ね、このね、シフトレバーのとこのパネル、このパネルを外して、まあ、USB の電源を取れる機械ね、まあ、増設する機械を取り付けました。まあ、こうやってね、取り付けてるわけです。まあまあ、これね、例えば、ちょっとエンジン、まあ、こんな感じでね、まあ、これ、ちょっと今消しますが、これによって、ここがつくように、ここが使えるようにしたわけでございますね。まあ、シガライタソケットをこう増設したわけですね。まあ、こっちは USB。で、これはシガライタソケット2つ。で、こっちはドライブレコーダーの分で、もうすでに電源が取られてます。で、ここがね、空いてるんですね。なんかこう、まあ空いてるなと。まあ、もちろんなんか突っ込んで、他のもので使ってもいいんですけど、空いてるなと思ってね、ちょっとね、ここ埋めたくなったんですね。ここ何か違うので、埋めたいなと思いましたんで、ちょっとそれをね、今日はね、ちょっとつけてみたいと思います。面白そうだなと思って買ったんですね、これ。まあソケットに差し込んだら、 あの青い光がパッとつきますよっていう、まあまあなんだろう、飾りだね。飾りじゃないのよ涙は、ははー、井上陽水バージョンです、今のはね。さりげなく目立つと書いておりますが、プラグキャップランプという商品です。ブルーに光る、刺すだけでブルーに光る。あとペットボトルのキャップも取り付けられるっていう、それはなんだすごいことなのかって思いますけどもね。まあ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 、こういうのがあってもいいかなと思って買ってみました。ちょっとつけてみます。ペットボトルのキャップ取り付けることが何かすごいことなんだろうか、わかんないが、こんなんです。ちっちゃいね、まあ、のスケルトーンな感じです。スケルトーンな感じですね。ペットボトルキャップ取り付けられるってどこに、これちょっと突っ込んでみますね。まあこの空いてるところに入ったらいいわけだ、これね。ガチョンっつって、うん、こんな感じ。じゃあちょっと明かりをつけます。電源を、はい、キー入れてみます。あれ光る？光らないよ。あれ光らなかったね、今ね。あれ光らないじゃん。あれ光らないよ。おかしい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 。光るんでしょこれ。え、マジで光らないよ。あー、光った。グッと押し込んだ。うわ、眩しい。結構眩しいわ。ちょっと待って眩しかったです。うわ、びっくり。焦った。光らないと思ったらめっちゃ光った。めっちゃ光ったわ。ちょっとびっくりするくらい光ってます。光ります。光るね。うん、ちょっと眩しいかな。こうペットボトルの蓋ってどうやってつけるのよ、これをね、これ。ああ、なるほど、パクッと入るんだ。ちょうど入るんだ、これ。ペットボトルの蓋がね、こう、要はこれちょうどペットボトルの蓋がね、はまるサイズですよってことですよ。うわ、これはでもちょっときついな。青いな。飾りとしてはいいかなって気はしますけどね。ちょっと眩しいね。ちょっと眩しいので、なんかこう半透明のペットボトルキャップ、これはあの分厚い透明感がないやつなんで、これをかぶせるともう全くね、なんじゃこりゃって感じになってしまいますけど、なんか半透明のキャップでもかぶせようかな。いや、これは眩しい眩しい。明るいけどね、明るいけどちょっと眩しいね。こんな感じですよ。怪しいというか、なんというか、眩しい眩しいね。面白くはあるけどな。さりげなく目立つとか書いてあるけどね、これはさりげなくないよ。結構目立つよ。じゃあこれで行こうか。眩しいな、結構これ。結構、いや結構気になるわこれ。角度にもよると思うけどね。ちょっとあの、僕運転してますけども、あのかなり青い光を感じて気が散る。これ良くないかも気が散るよ。まあなんか、なんでしょう、ギアポジションの位置によってこう光の当たり方も変わるし、これはちょっとペットボトルの蓋した方がいいな。
5足に入れるとね、逆にね、気にならないですね。不思議なもんで、ね、4足気になりますね。3足は気にならないですね。2足は気になりますね。1足も、1足はどうだろうな。いやいやいや、3足、5足は気になりませんけども、ニュートラルも気になりますね。これは、いや、ペットボトルの蓋しなきゃ。もうちょっと、もうちょっと光が弱かったらいいなと思いますけどね。まあそのためにペットボトルの蓋ってことなんでしょうね。今ね、今自販機で買ってきました。これグリーンだからのペットボトルキャップ、これをつけようね。眩しい、まあ、本当眩しいな。これをつけます。よっ、あら、マイルドに、マイルドになりましたよ。ほら、いい感じです。いろんな種類のペットボトルキャップで試すっていうのはありですね。これはこれでハートマークがついてて可愛らしい。こうやって取ると、やっぱ眩しいな。取ると眩しいな。やっぱつけるか。よし、こんなもんでいいんじゃないですか。